はい、本日はですねこちらノースフェイスのインサレーションパンツを紹介していきたいなと思います。一応正式名称言っておきますね、ハイブリッドテックエアインサレーテッドパンツという名前になってるんですけど、まあ、インサレーションパンツっていうことになってて、まあ、冬場になったらですね結構ダウンとか上は結構みんな買ったりするけど、やっぱり冬の忘れ物といえばやっぱ下なんですよね。パンツを結構みんな忘れがちになってて、でまあ冬になってはもうこれも今年万全やんとかって思ったけど、いざ真冬になったら足サボってなったりすると思うんですけど、まあ、そんな時なんかに、まあ、こういうのが一着あったりしたら結構使えるんかなと思って、僕もそれこそ去年ですね、まあ、真冬ちょっと寒かったりしてて、なんかやっぱ下寒いなとかって思ってたんですよ。どうするかっていうと結局重ね履きするんですよね。パッチ履いてズボン履いて、まあ、な防風のやつ履いてってやったら、パッチ履くとなんせ痒いんですよ足が。で足がもうポリポリポリかいちゃうんで、なんかもうどうにかしてええのないかなと思って、今年こそは絶対こういう要は中綿の入ってるあったかいちょっとパンツは買おうとは思ってたんで、まあ、それを購入したんで今回紹介していくという流れにはなるので、今日の流れはいつも通りですね、まず特徴とかをざっとお話ししていって、で、次は何やったかな、そうやデメリットですね。これいつも同じ流れなんですか忘れてるね。デメリットを話して、で次におすすめの人ですね、こういう人にはおすすめですよっていうところを話して、最後にサイズ感ということになってますので、その順番でいきたいなと思います。まあ多分ですねこのパンツ、こういった中綿の入ってる、これ一応モコモコダウンみたいなの入ってるんですよね。そういうのを持ってはる方って多分冬の過ごし方だいぶ違うと思うんですよ。だけど大半の人は持ってへんからどうするんかっていうと、やっぱりもうパッチおじさんになるしかないんですよね。でパッチおじさんになってくると、なんかあったかいような気はせんでもないけども、風はビュービュー通すから、なんかそんなあったかくないような気もせんでもないしみたいな、なんか中途半端な感じなんで、まあとにかくこういうなんとかインサレーテッドパンツっていうのがあるので、まあこれはまあ紹介はしていくんですけど、まあ、パッてまず見ていきましょうか。一応表面をこう見てもらうとですね、これはブラックを購入してるんですけど、この膝より上ぐらいに中綿が全部入ってるような感じの、ディティールになってて、逆に膝から下はですね全く中綿が入ってないような感じになってて、これ面白いのが次後ろをこうやってパッて見るとですね、後ろもこのお尻の部分とか、多分要は擦れやすい部分とかはナイロンが使われてるんですけど、逆に膝から下は、同じようにこうなんていうんですかね、ニット素材みたいなのが使われてるので、もう部位部位によって結構場所が違うんですよね。部位部位って言ったらあれですけど、その場所によって全然生地とか使われている素材が違うかったりするので、まあ、その辺のお話をしていきたいなというふうに思います。じゃあまずですねこちらのパンツの特徴一つ目といえば、もうこれ見てもらったら分かりますよね。中綿が入ってるっていうことはもう暖かいということになってるんですけど、まあ、なんでそれが暖かいかっていうとですね、これマイク取れてるんだろうな、取れてますね。これ以前取れてなかったんで、ちゃんと確認しました、取れてるね。はい、ということで中綿が入ってるってことなんですけど、これ中綿が入ってるってことは、まあ、ダウンジャケットとかもそうじゃないですか、中綿がモコモコ入ってるから暖かい。あ、イメージそれはつくわ。でもパンツにそれあるのってどうなる、動きにくないんかなとかって思ったりするんですけど、それをちゃんと考えられて、この要は膝から上ですよね、この膝から上にしかこのダウンが入ってないんですよ。だから一番寒いと感じる体の幹ってあるじゃないですか、体の人間の体の幹って寒く感じるので、そういうところを、暖かくカバーしてくれてるということになってて、あ、ほなじゃあめっちゃええやんとは思うんですけども、やっぱりダウンやとねこう濡れたりとか、こうちょっと手間、クリーニングとかが手間やったりするんで、あ、そう考えたらちょっとまあ微妙かなとかって思ったりするんですけど、これに関してはですね、まあ、こういうタグ見たことある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、プリマロフトっていう、まあ、これ洋服好きな人からしたら、あ、はいはい、よく軍で見るやつねみたいな、ミリタリー系で見ますよねって感じになったり、まあ、洋服好きじゃない方からしたらあんまり知らないと思うんですけど、この要は中に入ってる綿っていうのが人工で作られてるんですよね。で人工で作られてる糸の中でも超有名といえばこのプリマロフトになってるんですよ。だから普通の人工の、糸綿使ってますよっていうのももちろん全然いいんですけど、まあ、それよりもプリマロフトの人工の綿使ってますよって言った方がもうちゃんとした中綿が使われてるんやなっていう証拠になってるので、まあ、そういった、あれになってるんですけど、まあ、最初も言ったみたいにもともとこれ軍、アメリカ軍とかで使われてるような、会社が開発した生地になってるので、まあ、一言で何がいいかっていうとにかくですね濡れても保温力が下がらへん、要はペタンコにならないっていうところが、まあ、人工でいいとされてるところであるので、まあもちろんそれ以外にやったらこう動物から取ってるわけじゃなくて人工で作ってるやつなので、動物性の油とかがなかったり汚れがなかったりするっていうところもちろん良かったりはするんですけど、まあ、そういった中綿を使ってることによって、暖かいということになってて、じゃあその暖かは何ですのを言ってくると、プリマロフトという、まあ、ブランドが作られてる。まあ分かりやすく言うとですね、肉まんって何っていうともう551じゃないですか。でアイスキャンデーっていうと何って言ったら551じゃないですか。で白の紙袋に551番って書いてたら何って言ったら551じゃないですか。もうそれもう何々といえば何々みたいな感じで、人工のダウンといえばプリマロフトみたいな、
感じになってるので、まあ、それぐらいこう有名なちゃんとした中綿が使われてるからあったかいということになってます。でちゃんと、天然のダウンジャケットのデメリットもカバーしますよということになっておりますね。まあ、これ以上の話はちょっとマニアックすぎるので、まあ、この辺で一旦終わるんですけど、一応もしそれが気になる方は動画説明欄に貼りますので、それで人工のダウンと天然のダウンの違いっていうのをもう延々とコンコンと僕が喋ってる動画があるので、それを見てもらったらなとは思うんですが、まあ、そういうことになっていると。で次はですね、どういった特徴があるかっていうと、このパンツがですねめちゃくちゃシルエットが綺麗なんですよね。これまあパッて今このつってる状態で見てもらっても分かると思うんですけど、結構細いというかシェイプしてるというかスラッとしてるというかキュッとしてるというか、まあそんな感じになってると思うので、もう履いてる感じとかでも結構何て言うんですか、こういうただあったかいだけのパンツじゃなくて、ちゃんとこう街っぽい感じというか私服でも履きこなせるような、まあ、シュッとした細さ、テイパードの効いた感じになってるので、その辺とかっていうのは他のノースフェイスのパンツとかで言ったら、例えばこういったノースフェイスの人気のパンツなんですけど、アルパインライトパンツっていうパンツがあるんですよね。こういった感じで、これ結構細身なタイプになってるんですけど、まあそんな感じの細いタイプになってて、で動きやすいような感じになってるので、まあ私服でも履けるし、でまあ部屋着とかにも行けたりとかするので、僕個人的には私服っていう履き方はしないと思うんですけど、まあ、ちょっと部屋着とかでは全然いいんちゃうかなと思ってます。まあ、やっぱりどうしてもね、こうダウンが入ってるって聞くと、こうモコモコしてこうごつい着膨れしたパンツになるんかなと思いきや、ちゃんとこういうのはスタイリッシュに作ってくれてるということになってて、で次の特徴ですね、次の特徴はですね、めちゃくちゃ履き心地がいいということになってるんですね。で履き心地がいいっていうと、まあこの外目だけではわからないんですけど、この中の方を見てもらいたいんですけどね、このまあ履くじゃないですか、履く時ってこれもう僕個人的にはパンイチで履くことをお勧めしてて、なんでかっていうとですね、この中側の生地っていうのがニット素材なんですよね。だから普通ってこういうシャリシャリした感じのって、パンイチで履いちゃうと冬場ってこの表面冷え切ってるから、あサブって言ってブツの方も冷え切ることあると思うんですよ。ちっちゃくなってブルってなることあると思うんですけど、こういうニットの素材なので、パンイチで履いてもなんていうんですか、その肌が露出してる太ももの部分とかがこう柔らかく包み込んでくれるんですよ。だから履き心地がめちゃくちゃ良くて、普通やったらこういうナイロンを中にも当ててるのが普通だけど、ちゃんと履き心地まで考えられてるので、こういったニット素材を使ってくれてると、当ててくれてるので、まあ、履いてても快適性があるというか、そのパッチを履く必要がないというか、そういうところも配慮されているというようなパンツになってるのかなと思います。というのがですね、まあ、以上が、まあ、特徴とかいいところになってくるかなと思うんですけど、じゃあ次デメリットは何なんですかっていうことになってくると思うんですよね。まあ、もちろんいいとこはあるけども、まあ、デメリットもちょっと聞かせてくれよということになってくると思うので、まあ、ちょっとデメリットの方をさっとお話していきたいなと思うんですけど、デメリットがですね一応2つあるんですよね。で1つが何かっていうとですね、まず中綿が入ってるって言ったと思うんですよ。で人工の中綿が入ってる、あそれめっちゃあったかいですねと、で濡れても大丈夫ですよと、ほんな悪いとこないやんってことなんですけど、やっぱ人工の中綿にもちょっと悪い部分があって、まあ、それが何なのかっていうとですね、そもそも天然のダウンよりやっぱり暖かさはちょっと劣るって言われてるんですよね。だからダウンのパンツって聞くとめっちゃくちゃあったかいって思っちゃうけども、やっぱり中綿のパンツなんで、そんなにダウンほどはあったかくないっていうことになってて、まあ、もちろん普通のパンツとかよりも比べ物にならんぐらいあったかいんですけど、まあ、一応まあそういうところが保温力に関してはちょっとダウンより劣る。でなおかつ、中綿といえども、人工の中綿といえども洗濯機では回せないんですよ。だから例えば家で例えば手入れしたいっていうのやったら、手洗いとかは可能になってるんで、まあ、そういうのは洗濯の匠でもらってやったらいいと思うんですけど、手洗いとかでこう洗ってもらって、まあ、脱水かけて干すぐらいだと全然いいとは思うんですけども、ガンガンもう洗濯からやっちゃうっていうのはちょっとこう一応取り扱いとしては×って書いてあったんで、まあ、その辺とかはちょっと取り扱いが普通のパンツに比べると面倒くさいかなというふうに思います。まあ、僕個人的にはですね、タグ見てる感じとか生地から考えても、まあ、僕としてはそんなに洗濯機で回したって特にデメリットはないかなと思うんですけど、まあ、ただネットにはね入れないと多分中の綿が飛び散ったりすると思うので、まあ、その辺は注意だと思うんですけど、まああくまで自己責任でやりはる感じかなとは思うんですが、まあ、僕に関しては多分全然ネット入れて掘り込んじゃうとは思うんですけど、タグの表記としては、手洗いしかダメということなんで、洗濯機はダメということになっておりました。まあ、なのでちょっと取り扱いが若干めんどくさいかなっていうところと、でその次がですね、やっぱり細いから基本的にこの中にパッチ履きますっていうのはあまり向いてないんですよね。でそもそも細い作りになってるから中に履くことをおそらく考えられてないんですよ。むしろこの外、中に履くんじゃなくて外に履く。だから例えばこれで保温
しっかりしといて、まあ、さらにこの外からゴアテックスのパンツとか履いちゃってもう完全に風を防いでくれて中ではしっかり保温してくれてるみたいな履き方っていうのがおそらく正しい履き方になるので、もうなんか僕パッチ履かないと怖いんですとか、もう毎年になったらパッチ履く習慣ついてるから、もうなんか今更もうパッチ手放せませんでいうような人にはちょっとこう微妙かなとか思ったりするので、僕個人的にはあんまパッチ履かないんで痒くなるから、だからそういう人なんかにはこれはまたいいと思うので、まあ、次のおすすめには行くんですけども、まあ、何かっていうとですね、やっぱりあったかいんですよね。だからこう僕みたいにこうパッチ普段履きたくない人とかっていうのはもうこれ1枚サッて履いてればあったかいし、なおかつ見た目がこう細く作られてるから、さっきも言ったみたいに私服でも使えるっていうのもそうやし、さらにですねこう伸びるんですよね。このさっき言ってたみたいに膝から下の生地がニット素材になってるっていうところのおかげで生地がこうビヨーって伸びるんですよ。で、まあ、これはポリウレタンが入ってるんですけどね、アルパインライトもポリウレタンが入っててこうやって伸びるっていうのもそうなんですけど、このパンツも同じようにこうウレタンが入っててニット素材なんでビヨ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 伸びてくるので、細い割には結構動きやすいんですよ。だから僕パッて履いたりとかしたんですけど、これ部屋着でもいけるなみたいな。部屋着ってこうなんていうんですか、あぐらやったりとか、あと正座したりとか、あとはまあ椅子座ったりとか、いろんな動き多分部屋でもすると思うんですけど、そういう時とかでも全然使えるやろなとかって思ったりするので、個人的にはこれはもうなんていうんですかね、冬の清掃というか冬の仕事着みたいな感じで履いていこうかなというふうには思ってます。まあ、というのがおすすめかなというふうに思いますので、やっぱ今までちょっと冬場下半身の寒さに困っててんっていう方なんかはちょっと一回試してみてもありなんちゃうかなというふうに思います。はい、まあ、僕個人的には今のところはデメリットは特にないかなと思ってて、まあ、パッチも履かんし、で取り扱いも、まあ、生地とかいろいろ考えて考慮しながら回せば、まあ、そんな問題ないかなって、まあ、僕は個人的に思ってるんですけど、はい、ということになってて、次はじゃあサイズ感ですね。僕は178-65kg で、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、まあまあ足長めなんですよね。で足長め系 YouTuber でやってるんですけど、まあ、それで L サイズでちょっと若干短く感じるっていうことなんで、まあ普通の足の長さやったら全然問題ないと思うんですけど、やっぱ足長め系でやらせてもらってるんやったらちょっと L でもちょっと若干短めやなっていうのは思ったりはするので、ウエスト的には多分 M なんですけど、 L にするとちょっとウエストがちょっと余裕あるんですけど、丈がちょっと短かったかなという、ちょっとまあ最後は自慢を入れて終わっていきたいなというふうに思いますので、本日はですね、ハイブリッドテックエアインサレットパンツを、紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。So we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move.